そういいえば神社のおみくじって引いたことあるか何かをやる前におみくじを引けばヒントを得られるかもしれないぞうーんでも凶とか大凶を引く可能性もあるでしょやる気に影響しそう大丈夫巫女の話によると悪いおみくじを引いたらおみくじかけに結べばいいらしいぞだから 大吉が出るまでずーっと引いて他のは全部おみくじかけに結ぼうぜみんながそうしたら結ぶ場所がなくなるんじゃ無双の人達ってすごいなどんな敵が来ても人達で倒せるんだぞうーんでも講師だったら多分ミたちいるかもどうそうだった とにかく、お前がそれを覚えたら、今後の旅先でオイラが手助けする必要はもうないなでも、どこに行けば学べるのは確かに。どこに行けば学べるんだんそ<ー>、そんな目でオイラを見るなよ。わ、わかったよ。これからもオイラがお前の世話をするから 知ってるかあの産後の宮ここみって人ツミ島の荒人神の巫女なんだってなつまりツミ島で一番偉い指揮官ツミ島は彼女が管理してるらしいぞオイラもそんな大物になりたいぜ大物になってどうするの正義の力を見せつけるんだ例えば。 ご容疑者である旅人はお昼に三食団子を食べた時自分は2つ食べたが被害者パイモンには1つしかあげませんでしたパイモン法令第37条公平・公正に違反するものでありますではパイモン様このことを一体どう処理するつもりですかそれはもちろんオイラにもっとたくさんの三色団子を作る罰を与えや 先代 <laughs> 将軍はどんな人だったんだろうな花はいつか枯れるということを理解していて自分がいつの日かいなくなるという運命を受け入れていた人みたいだね目の前にあるものの価値がわかるからこそ大切にしようっていう気持ちが生まれるんだなそれも稲妻の美学に影響してるのかも。 浮世の風景で生きとし生ける者たちが流れゆく過ごした楽しい時間絆を交わし合った人々共に食した美味これこそ本当に尊重すべき大切なものなのかもああ宴は必ず終わりが来る楽しい時間がもっと長く続けばいいのにな白つゆも夢も この世も幻も例えて言えば久しかりけり何言ってるんだパイモンと一緒に旅ができて嬉しいってことこのままずっとこうしてたいオラを騙ましてないだろうなジひひひヒミコたちの服って特徴的だな八重ミコは鎖国が終わった後に 巫女服の着を観光授業ととししししてて各地に設置しようとしてるらしいよフォンテーヌの新型写真機技術も取り入れれば人儲けできるかもね、えー、この前大社の美子さんから宣伝モデルになってほしいって言われたの美子服を着て写真機に笑顔を向けてるだけでいいとかそれか他に綺麗な女の子を知ってたら教えてだってさ おいその後すぐにこのアイディアをロサリアさんに伝えたよセピロス教会のシスター服でも同じことができるからねあちょっと待ってロサリアさんは面倒がってたけどロサリアのとこで話が止まってよかったぜ最近アオイから一枚の絵をもらったんだ 食べられないけど結果嬉しいもんだんなあの雑貨屋の店主から見せてほらこれ気をつけろよ名画家の歌丸が書いた作品だからすごく価値が高いんだ歌丸うんどこかで聞いたことあるような当たり前だろ歌丸ほどの大先生なら うに名作が稲妻全土に広まってるはずだお前は綾香の家で見たんじゃないかおいらのはそれに引けを取らないけどな違う思い出した前にヨイミ宮が火起こしにそれを使ってたよねうえ火起こしトーマも机の足の下敷きにしてたことがあったような,なんだ 記憶が正しければさゆが昼寝するときにもそれを何枚か使って枕代わりにしてたさゆですら何枚も持ってるのか嘘だろうだから歌まろって別に大先生なんかじゃないんじゃない本物の名作がこんなにありふれてるわけないよええ <laughs> <laughs> 商売がうまくいいってるみたいだな毎日たくさんのお客さんが来てる機会があったらオイラちも茶屋を開こうぜ儲かる気がするぞうんもし茶屋を開くなら店主はバイモンに決まりだねえやったオイラの経営能力をそこまで信用してるなんてオイラ テンションになってテイワットで一番のお店せを目指すぞ経営は別にやらなくてもいいよパイモンタローマルは覚えてる覚えてるぞ茶屋の店主だろお茶を飲みに来るんじゃなくてそいつを見に来るお客さんもいるほどだパイモンをて主にすればタローマルより人気が出るんじゃないかなにひひそれはもちろん 信用してててるんじゃなくて単ににマスコットししようとしてたのかよメガリレーも終わったしもうすぐ鎖国も解除されるんじゃないかな事態がいい方向に向かってるといいな希望はすぐ目の前にあるからもう少し耐えるようみんなを励まさないとそうだな機会があったらあつこさんにも教えよう。 故郷の桜が満開だっておお、なんかわかんないけどいいと思うぞ